京馬手駅は奈良県奈良市南京馬手町にある西日本旅客鉄道桜井線の駅。南独駅名としても知られている。駅名は奈良時代の都である平城京の南端に位置することが由来とされている。京馬手駅が存在する区間の桜井線は初瀬鉄道が免許を受けて建設した。1894年7月に奈良桜井間が 本免許され、1897年8月に着工した。しかし、同一地方に小鉄道が独立して存在するのは、公共の利益に合致しないとして、京都奈良間を建設した奈良鉄道と合併するべきとの議論が起こり、1897年4月25日に、初瀬鉄道と奈良鉄道の合併契約が結ばれ、8月6日に認可を得て、 10月1日に建設工事が奈良鉄道に継承された。1898年5月11日に京馬手桜井館が開通した。京馬手駅はこの際に開設され、建設にあたっては奈良町在住の犬井徳三郎から七端部の土地の提供を受けた。その後奈良駅と連絡する工事が進められた。 1899年1月20日に奈良駅における連絡に関して大阪鉄道、関西鉄道と契約が成立し2月11日から貨物の連絡輸送が奈良京馬手間で開始された10月14日に旅客輸送も開始して正式に開通した1919年には荷物専用のリフトである奈良安全索道が京馬手駅から 奈良市、小倉町までを結び、名産の天然糖豆,豆腐や野菜、木炭、木材等を運搬していた。1951年に奈良安全作動は廃止された。近年では奈良市により奈良町の南の玄関口として新たな観光拠点にしようと注目されている。1898年開業以来の木造平屋建駅舎が残されてきたが、2017年に JR 西日本から奈良市に無償状とされ、奈良市によって駅舎の復元工事が進められた。2018年3月9日に第1期工事が完成し、待合室が共用開始された。2019年1月、復元工事が完了し観光案内所も併設された。改修後の駅舎内部、駅事務室があったところに喫茶店が入居している。 相対式ホーム2面に面2線を持ち、交換設備を有する地上駅。駅本屋側が下りホームであり、地下道を通って反対側が上りホームである。数本の保守作業用の側線がある。駅舎隣に位置する下りホームの側線部では、時期によって JR 西日本大阪事業所による花の苗の販売が行われている。 王子鉄道部管理の無人駅であるが、移行か利用可能駅である。近距離用の自動券売機のほか移行か等の IC カード読み取り機が設置されているが、普通乗車券用の自動改札機は設置されていない。京馬天駅が開業した1898年建設の木造平屋建駅舎が残されており、2018年には復元工事が完成した。 駅舎面積は145.28平方メートルである。統計ならによると、近年の1日平均乗車辞任は以下の通りである。奈良市中心部の南の端に位置し、現在も京バ手の名の通り市街地の終焉部となっている。旧天理街道に面する。付近は住宅地だが、かつては物流の拠点だったこともあり、いくつかの企業の本社や工場がある。 また、奈良運輸支局が2004年10月8日までこの地に存在したため、近辺には自動車ディーラー各社の店舗が現在も集積している。ありがとうございます。